はい、こんにちは。中3英語を始めます。今日もね、中谷先生に来てもらってます。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあね、今日はね、形容詞と副詞についてやっていきます。ね、形容詞と副詞も別にね、新しいことをするわけではありません。今までやってきたことの復習、おさらいになります、ね、理解がね、まだ不足している人はしっかりね、聞くようにしてほしいと思います。いいでしょうか。じゃあね、まず形容詞からいきます。形容詞はね、人や物の性質や状態、数量などを表す語、ね、難しく書くとそういうふうになります、ね、で、形容詞の使い方としては、形容詞プラス名詞、後の名詞を修飾する、ね、トムは背の高い少年です。トム is a tall boy、ね、後の名詞、このボーイですね、これを説明する、修飾する、ね、これがトールが形容詞になります。いいですか。次、ね、2つ目は主語プラス動詞プラス形容詞、ね、まあ、主語を説明する保護になる、ね、文型で言ったら、ね、覚えてますか。文型 SVC になるんですね。いいですか。保護、まあ、ここの動詞っていうのは、まあ、B 動詞のことが多いんですが、まあ、その他にもね、look とかbecome とかね、そういう場合もあるんですが、ね、例えばトムは背が高い、トム is tall、ね、この場合トムとトールがイコールなんですね。トムは背が高い、ね、そういう関係を保護って言いましたが、ね、そういう時にも形容詞が使われます。いいですか、ね、まあ、これがね、形容詞の使い方になります。いいですか、ね、後の名詞を修飾する場合や主語を説明する保護になる場合があります。で、注意してほしいのは、何々 thing で終わる代名詞ですね。その場合は、ね、例外として後ろから修飾します。 something cold、ね、何か冷たいの部分、これ何かですね。で、冷たいっていうのは後ろから前を修飾します。で、形容詞の基本は前から後ろにして、通る棒、ね、前から後ろに修飾するんですが、何々 thing で終わる代名詞の場合は後ろから前に修飾します。いいですか、ね、これもね、しっかり覚えておいてくださいね。ね、一回ね、やってることなんでね、しっかりね、思い出してほしいと思います。いいでしょうか。はい。じゃあね、次行きたいと思います。はい。次はね、数量を表す形容詞。ここにね、まとめてみました。数えられる名詞と数えられない名詞。ね。この表っていうか、これもね、何回か出てきてると思いますが、しっかりね、覚えておくくださいね。数えられる名詞の場合は、many とか a few とか few を使います、ね。数えられない名詞、ね、物質名詞とかですね、は much とか a little とか little を使います。ですか、ね、で、下のね、a lot of some, any とか no、ね、こっちにもありますね。どっち、これはどっちでも使えるってことですね。数えられる名詞の時も使うし、数えられない名詞の時も使うっていうのが下の4つになります。a lot of some, any, no ね。まあ、どっちも使えるっていうのもね、もちろん覚えておく必要がありますが、特にね、この many, a few, few が数えられる。で、数えられない場合は much, a little, little ね。これしっかりね、使い分けできるようにしてください。で、特にこの R がつくとき、A few と few、ね、R がつくかつかないかで意味が全然違うのでね、気をつけてくださいね。リトルのときも一緒です。 A little と little、 R がつくかつかないかで意味が全然違うのでね、しっかり押さえるようにしてほしいと思います。いいでしょうかね。はい、じゃあね、次いきたいと思います。次はね、副詞です。副詞は主に動詞を修飾します。まあ、その他にも形容詞や他の副詞を修飾することもあります。いいですか。トムは上手にテニスをします。トムプレイズテニスウェル、ね、これ動詞を修飾してます、ね、することをが上手にできるっていうふうにね、動詞を修飾しています。リカはとても速く走ります、
ビガランスベリーファースト、この場合は、ね、ベリーファーストがランズ走るってことを修飾してますね。でこのベリーが副詞ファーストを修飾してるんですね。副詞が副詞を修飾してる場合もあります。ね、副詞っていうのはね、いろいろかかる語句が多いんですね。いいですか。主に動詞を修飾します。形容詞は主に名詞を修飾しましたが、副詞はね、主に動詞を修飾します。いいですか。ね、副詞が副詞を修飾するとかね、ちょっとややこしいんですが、ね、副詞の場合は特にね、気をつけてほしいと思います。いいでしょうか。はい、じゃあね、次いきたいと思います。はい、副詞の1です。副詞はね、いろいろな場所に置くことがあります。まず最初、動詞を修飾する場合は動詞とか動詞プラス目的語の後に置きます。ね、いいですか。動詞を修飾する場合は動詞とか動詞プラス目的語の後に置きます、ね、で次2つ目、形容詞とか副詞を修飾する場合は修飾する語の前に置きます。すぐ前に置きます。いいですか。形容詞とか副詞を修飾する場合は修飾する語の前に置きます、ね、次3つ目、時や場所を表すものの場合は文頭や文尾、文末ですね、に置くことが多いです。副詞が並ぶときは場所プラス時の順です。いいですか。これね、気をつけてくださいね。場所プラス時ね。例えば昨日公園でっていう場合は In the park yesterday になるんですね。いいですか。 Yesterday in the park ではないんですね。 In the park yesterday っていう風なね、順になります。次、同じ種類のものが並ぶときは小さい単位の順、ちょっと難しい言い方を書いてありますが、例えばね、時が並ぶ場合、時間のことが並ぶ場合は、ね、ここ at 7、一番小さいですね。 at 7で in the morning、 午前ですね。で yesterday でね、だんだん時間の幅が広くなってきますね。 at 7はもう7時、時間ね、狭い限られた時間ですね。In the morning は午前中っていう、まあね、ちょっと広い概念ですね。で、Yesterday っていうのは昨日っていうね、すごく広い概念になるので、こういうふうにね、小さい単位の順に並べます。At 7, in the morning, Yesterday とかね、こういうふうにします。いいですか？これもね、まあ、今までね、英作文してたら自然とそういうふうに書いてたと思いますが、改めてね、まとめてみるとこういうふうなルールがあるのでね、しっかり理解してほしいと思います。で次、これね、4番すぐよく出てきます。頻度を表すもの、 sometimes とか always とかね、時々とかいつもとかね、しばしばとかいろいろありますね。そういう頻度の時は一般動詞の文の場合は動詞のすぐ前に置きます。前に置くんですね。で B 動詞とか助動詞の時は B 動詞とか助動詞のすぐ後に置きますね。一般動詞の時はすぐ前、まあ、それ以外の場合は後っていうふうにね、覚えてもいいと思いますが、ね、一般動詞の時と B 動詞の時、まあ、助動詞の時は順番、置く場所がね、違うっていうのをね、しっかり押さえておいてほしいと思います。いいでしょうかね。はい、ね、副詞はね、だからその副詞が副詞を修飾したりとかする場合もあるので、ね、場所がね、位置がすごくね、複雑なので、しっかり今一度ね、頭の中で整理するようにしてください。いいでしょうか。はい、じゃあね、次いきたいと思います。はい、次はね、 to と either についての使い方ですね。 to っていうのは肯定文とか疑問文で、何々もまたっていう意味になります。これもね、出てきたことあると思うんですけどね。例えば、私はテニスが好きです。彼女もテニスが好きです、ね。そういう場合、I like tennis. で、She likes it too. ここにカンマ入ります、
ね、ここにカンマつけて to になります。いいですか、ね、I like tennis. She likes it too、ね、これで私はテニスが好きです。彼女もテニスが好きです、ね、そういうふうになります。いいですか。で次、これ2つ目、これ初めて出てきたかもしれないですね。 either ですね。これは否定文で、何々もまた何々ないっていうようなね、否定文で使います。例えば、私はテニスが好きではありません、彼女もテニスが好きではありません。否定文ですね、どっちも。そういう場合、 I don't like tennis、ね、私はテニスが好きではない。で、 She doesn't、 三単元ですね。 doesn't like it。 で、これもカンマがついて Either になります、ね、これで彼女もテニスが好きではありませんっていうね、否定文になります、ね、Do と Either の関係ね、しっかり覚えてくださいね。いいですか。 Do は肯定文、疑問文で使います。 Either は否定文で使います。いいですかね。これね、しっかりよくね、書き換えとかで穴埋めとかで出てきたりするのでね、しっかり押さえておいてくださいね。で次、最後、部分否定ですね。部分否定っていうの言葉の反対の言葉に全否定っていうのがあるんですが、部分否定っていうのはまあその名の通り部分的に否定するんですね。例えば Not always、 それは日本語で言うといつも何々とは限らない、ね、部分否定になります。いつも何々とは限らない。で、not all とか not every は全てが何々とは限らないっていうような部分否定の言い方になります。ですか、ね、部分否定というのは一部の否定です。何々とは限らないっていうようなね、一部部分の否定になります。で、注意してほしいのはこの not at all、 not all と not at all、 まあ、at がついてるかついてないかだけなんですけども、 not at all になるとこれは全くないないないって、これは部分否定じゃなくて全否定になります。いいですか。これだけ注意してくださいね。 not all は部分否定ですが、 not at all になると全くないないないっていう全否定になるので注意してください。いいでしょうかね。ね、これがね、まあ、to とか either とか部分否定についてね、説明になります。この辺がね、新しい内容なのでね、しっかり覚えておいてくださいね。いいですか。はい、じゃあね、次いきたいと思います。はい、じゃあね、ここから問題になります、ね、まずはね、和訳の問題です、まあ、出てきてる単語はね、さほど難しくないと思うので、ね、自分の力でしっかりね書けるようにしてください。では映像を止めて始めてください。始め。はい、やめてください。どうですかね、できましたかね。じゃあ一緒にやっていきたいと思います。で、1番 That is a beautiful flower、ね、これ beautiful、これ飾り言葉なんですね。じゃあこれがどういうふうに訳すかというと、あれは美しい花です、ね、名詞を修飾してますよね。美しい花です、ね、形容詞ですね、になります。いいでしょうか、ね、次2番 It was very cold yesterday、ね、これは、まあ、cold、まあ、very cold ですね。とても寒い、ね、副詞が副詞を修飾してますね、風になります。で、この it っていうのは、ね、寒いとか暑いとかね、寒暖を表すときは it の特別用法で、それはとは訳さないですね。いいですか。なので it was very cold yesterday っていうことは、昨日はとても寒かったっていう風になります、ね、それは昨日はとても寒かったではないですね。昨日はとても寒かったになります。いいでしょうか、ね、はい、じゃ次、 I always walk to school、ね、これは頻度の言葉が出てきますね。 always、 中井さん、 always ってどういう頻度でしたっけ。 always はいつもじゃないかな。
そうですね、いつもですね、一番頻繁な頻度ですね、いつもになります。 I always walk to school。 ウォークは歩くですね。歩くは一般動詞ですね。一般動詞の前に頻度はつけます。 be 動詞の後に頻度はつけます。いいですか。場所注意してくださいね。じゃあこれどういう意味になるかというと、私はいつも歩いて学校へ行きますっていう風になります。いいでしょうか。次4番、 John has a nice bicycle ね。まあ、これね、3人称単数なんで has になりますね。まあ、nice はまあ素敵とか良いとかね、そういう意味でしたね。 bicycle は自転車ですね。じゃあこれどういう風になるかというと、ジョンは素敵な自転車を持ってますっていう風になります、ね、いいですか。これね、ナイスが、ね、就職する言葉になってますね。いいですか。どうですかね、できましたかね。間違った人はね、しっかりね、見直すようにしてくださいね。いいですか。はい、じゃあ次いきます。はい、次はね、穴埋めの問題です。これもね、1語とは限りません。2語を使う場合もあります。いいですかね、ここのね、米印の注意をね、しっかり見て適切な語句を入れるようにしてください。いいですか。ではね、映像を止めて始めてください。1目。はい、やめてください。どうですかね、できましたかね。じゃあ一緒にやっていきたいと思います。で、1番ね、少しあるって書いてありますね。There is 何々 water in the glass、ね、グラスの中に水が少しあるってことですね。水っていうのは中に数えられる飯ですけど、数えられない飯でしたっけ。水は数えられないんじゃないかな。そうですね、水は物質名詞といって数えられない名詞になりますね。なので少しあるっていう場合は、数えられない名詞で少しあるっていう場合はどうすればいいかというと、これはね、あ、リトルになります。There is a little water in the glass、ね、あ、リトルになります。いいですか。じゃあ次、2番、ほとんどない。ほとんどない場合は、水の場合、数えられない名詞でほとんどないっていう場合は、これはリトルを使います。There is little water in the glass、ね、いいですか。次、3番、次はまた少しあるって書いてありますね。I have books。 books ってことは本ですね。本っていうのはこれ明らかに数えられる名詞ですね。数えられる名詞が少しあるって言ってるんですから、中井さんのところは何が入るんですかね。A few かな。そうですね、少しあるって言ってるので R につきます。 A few になります。 I have a few books。 これでね、私は少し何冊か本を持ってますっていう意味になります。次4番、ほとんどない、ほとんど持ってないということですね。 I have ほとんど持ってないということは few になります。数えられる名詞でほとんどないというときは few でしたね。なので I have few books になります。どうですかね、できましたかね。これね、数えられない名詞はまず little を使う、で、ある場合は are を使う、ね、数えられる名詞のときは few を使う、で、あるときは are を使う。この使い分けね、しっかりね、もう仲裁になったらね、しっかりできるようになってほしいと思います。いいでしょうか。間違った人はね、しっかり復習してくださいね。いいですか。はい。じゃあね、次いきたいと思います。はい。次はね、英作文になります。いいですか。ね。そんなにね、難しい、長い英作文にはならないと思うのでね、自分の力で、ね。チャレンジしてほしいと思います。では映像を止めて始めてください。始め。はい、やめてください。どうですかね、できましたかね。じゃあ一緒にやっていきたいと思います。で、1番、私は今朝早く起きました。起きましたって言っているので、これはね、過去の話になりますね。いいですか。で、あとはね、早くっていうね、これがどこに置くかですね。いいですか。すると、これどうなるかというと、I got up early this morning。ね、early が
あと動詞の後にきますね。I got up early this morning。いいですか。こういうふうになります。次、2番。私は何か冷たい飲み物が欲しい。ね、飲みたいですね。何々したいって言ってるので、これはね、want to を使うんですね。いいですか。で、何かって言ってるので、これはね、something になりますね。で、何々 thing で、の代名詞の時は形容詞が後に来ます、ね、そうなるとどうなるかというと I want to drink something cold、ね、ここね、これ注意してくださいね。 something 何々 thing の後は後ろから訳します。いいですか、ね、cold something ではならないのでね、気をつけてくださいね。これ結構ね、引っかかりやすいので気をつけてくださいね。 cold something ではないです。いいですか。はい、次3番。僕はいつも忙しいとは限りません。ないないとは限らない、部分否定の言い方ですね。これは、ね、どうすればいいかというと、中谷さん、忙しいってどういう単語でしたっけ。忙しいはビジーじゃないかな。そうですね。なのでいつも忙しいとは限らないっていうのはどういうふうに表現するかというと、Bob is not always busy、ね、Not always ですね。 Not always で部分否定になるんですね。いつも忙しいとは限らない、 busy が忙しいなので Bob is not always busy になります。いいですか、ね、はい。で次、私の妹は時々公園でテニスをします、ね、中ちゃんね、頻度まだ出てきましたね。時々って、うん、どういう単語になりますかね。時々だから、サムシング。サムシング。あ、サムタイムズ。そうですね、サムタイムズになります、ね。で、公園でテニスをするはね、もう分かりますね。公園でっていうのはインザパークですね。すると、これどうなるかというと、My sister, something plays tennis in the park、ね。My sister は3人称単数ですね。C に当たる言葉なので、S つくのね、忘れないでくださいね。My sister sometimes plays tennis in the park になります、ね、頻度を表す sometimes、ね、いいですか。はい、ね、どうですかね、できましたかね。間違った人はね、正しい英文をね、何度も書く練習をしてください。いいですか。書いていくうちにね、だんだんね、ルールが分かってきて英語の能力がついていくと思います。いいでしょうか。はい、じゃあね、次います。はい、次もね、作文ですが、次はね、5番と6番がセットで、7番と8番がセットになってます。いいですか、ね、それをね、理解して、ね、解いていってほしいと思います。では、映像を止めて始めてください。始め。はい、やめてください。どうですかね、できましたかね。じゃあ一緒にやっていきたいと思います。まず5番、私はサッカーが好きです。これ全然難しくないですね。 I like サッカーね、いいですか、ね、次6番、私の父もサッカーが好きです。5番の続きですね。私の父もサッカーが好きです。だからですね、何々もって言ってるので何をつければいいんですかね。多分最後に to をつけるんじゃないかな。そうですね、これは肯定文なのでね、最後に to をつけるのが正解です。じゃあこれね、どうなるかというと My father likes it to になります。注意してほしいのはここね、カンマつけてくださいね。で、まあ三人称単数なんですね、忘れないようにしてほしいと思います。じゃあ次7番、私は野球が好きではありません。これ否定文ですね。これもでもそんな難しくないですね。 I don't like baseball、ね、で最後8番、私のおじも野球が好きではありません、ね、おじさんも好きではない、おじさんも否定文なんですね。じゃあ中谷さん、これは何を使えばいいですかね。何々もってやつですか。そうですね、これはいいざ。そうですね、正解です、ね、否定文の場合だけ to ではなくて either を使うんですね。じゃあこれどうなるかというと、
my uncle doesn't like、ね、三人称単数なんで doesn't ですよ、いいですか。そういう基本的なこと間違わないでくださいね。 my uncle doesn't like it either、ね、というふうになります。どれもね、カンマ忘れないでくださいね。いいですか、ね、どうですかね、できましたかね。間違った人はね、またね、正しい英文をね、書くようにしてください。じゃあね、今日はね、形容詞と副詞についてまたね、おさらいをしました。ここね、結構簡単そうで、実は奥が深く難しいところなんでね、しっかり基礎固めをやってほしいと思います。ではね、今日の授業はこれで終わります。ありがとうございました。